僕は、うん、はい、お疲れ様で東区湾でございます。いつもご視聴ありがとうございます。で今回はですね、郷の池でちょっとナイター釣りをやっております。まあそうですね、ちょっと夜勤の帰りでやってます。でここですね、まあ、まるまる一周ですね、そのマラソンコースになってますので、まあ、ずっとその街灯がついてますので、そうですね、ライト懐中電灯とか持ってかなくてもかなり明るい場所となってます。で今日はですね、これ、まあ、ほとんど、ね、バズベイトとスピナーベイトを使ってやってます。で、まあ、質問っていうか、そのコメント欄にですね、ちょっと夜釣りはやらないんですかって、夏は気持ちいいですよなんて、そういうコメントがあったんですよ。で、まあ、夜釣りですね、ちょっといろいろあまり、まあ、ほとんどですね、まあ、やらないわけはですね、その、まあ、過去に遡るんですけど、その夜釣りで実はですね、ブラックバスね、1匹もね釣ったことないんですよ。はい。でもう20年、もう30年前ですよね、まあ、僕がだいたい中学生ぐらいの頃ですね、その頃に夜釣りって結構夏ですね、夏に夜釣り結構やったことあるんですよ。で当時昼間でもそうですね、その、まあ、毎回、まあ、デコで帰る日はなかったぐらい釣れた時代でした。まあ、日中はそうだったので、夜涼しくなったらかなり釣れるんじゃねえみたいな感じでやったんですけど、そのいつもね幼なじみと2人で行ってたんですけど、彼がねライギョを1匹釣って夜ですね、それぐらいですね、はい。でそれもかなり夜明け近くですね、なのでもうかなり、それもね何回もね行ったことあるんですよ、まあ、10回ぐらい行ったことあるんですよ当時で。全然昼間ねあんなに釣れたのに、夜になるとこれ全然釣れねえんだっていう、そうなんで、それ以降もうブラックバスは夜あんまり釣れないっていう、あまりつかほとんど釣れないっていう風に、もうまあ脳みそがねそう解釈してしまったんだと思います。であと夜釣りで、それ以降ね夜釣りは結構苦い経験がありまして、そうその当時その海釣りに流行ってた、ハマってた時代が、時期がありまして、その投げ釣りですね、メインはその石持ちっていう魚を狙ってたんですけど、どっちかというと石持ちだとその昼間より夜のが釣れるんですよ。なので砂浜から、まあ、同じこの神栖の日課浜っていうところから、まあ、100メーターぐらいぶん投げて釣るんですけど、でそこで結構やってたんですけど、ある日ですね、その日課浜よりちょっと調子寄りの波崎っていうところでやってたんですよ夜で。次の日が、まあ、何日か後にですね、そのニュースを見たら、そのなんか殺人事件があって、その死体がその海岸から出てきたっていうんですよねそうなので、その埋めた時期、その死体が埋められた時期っていうのも、僕が釣りをやったなんかほんの数日前で、僕が釣りをやった本当に次の日とか、そうですね、あたりになんか発見されたみたいな、発見されたっつうより、その犯人がそう、まあ、犯人の供述で そこに埋めたよって感じで、はい。で、まあ、警察の人がで、まあ、掘り起こしたらしいんですけど、うん、本当にじゃその近、本当にすぐ近くだったんですよね、はい。歩いても行ける距離ですよね。そこでそう死体が埋まってるところで釣りをやってたっていう、そう下手したらもしかしたらその日数をカウントすると、例えば僕が釣りをやってる時に埋められてたのかもしれないし、
そう、まあ、そこはちょっとね謎なんですけどね、まあ、そういうのもあります。であとですね、夜釣りの帰りですね、まあ、夜釣りその日釣れなくてですね、そのやっぱ近所でこの日課浜04っていう、ちょっと当時ねスカイラインっていうの乗ってたんですけど、ちょっとまあいじったやつなんですけど、そこで04やってたんですよ。でパトカーが来て、そう逃げろ逃げろって感じで逃げて、で仙人画廊っていうとこあるんですけど、当時はまだ絵がなかったかなと思うんですよね。でそこでちょっと休んでたら、なんか海側の方を見たら、なんかね人が立ってんですよね。そう、一瞬だけなんです、それなんか 1,2 秒の間なんですよ、それ見えたのが。でその日ですね、風強かったんですけど、そうもう海の上ですからね、それ、で乗ってた、助手席で乗ってた友達も、そう、おい今の見たかって俺も見たよって感じで、男の人がスーって映ったんですよね、宙に浮いてるような感じですよね、一瞬だけですね、で周りにそう僕らしかいないのに、そう特に、ね、車とか自転車とかもないし、そうどう見、そう一瞬白いなんかね、なんか人のようなおじさんみたいなのがこうファッて映って、でそうなんかやばくねっつって、でライトつけたんですけど、やっぱすぐいないんですよね。うん、でもしかしてこれ幽霊じゃねえのってなんてね、もうゾッとしましたけどね。まあ近くにね、その南堤防っていうのが、まあ、防波堤とも言うのかな、にそこでね、まあ、まあ現在まで数えるとだいたい100人ぐらいは亡くなってんじゃないかなと思うんですよね。まあその方たちの、ね、幽霊なのかなってね思うんですよね、すぐ近くだったですからね。はい。であと夜釣りはね、そうなんか蛇とか、あと虫に刺され、まあ蛇はね噛まれたことはないんですけど、ただヘッドライトで照らして蛇がもう近くにいたっていうのと、あと虫にいっぱい刺されるっていうのがありまして、はい、やっぱりその頭にこうライトつけてるんですけど、それ消しててもですね、やっぱり人間のその体温っていうのでやっぱ虫が寄ってくるんですよね。そう虫よけやってもね、なんか全然効いてないみたいな感じで、それ以降ですね、もう夜釣りはほとんど行ってないですね。今日これ今月ですね、もう何年ぶりでしょうかね、何十年ぶりに来たって感じですよね。はい。まあ、ちなみに今日はまあ時期的なこともあって、その虫に刺されるとかそういうのないですけど、結構快適でしたね、涼しくて。はい。まあ虫が出たり幽霊出たり、ライン1匹しか釣れなかったっていうのもあるし、まあ夜釣りに関してはあんまりいい思い出がないという感じなので、まあ、現在は夜釣りはほとんどやってません。はい。まあ、この日もですね、ちょっと、まあ、坊主で終わっちゃったんですけどね、まあ、もう昼間ですね、この日ちょっと 暑くて久々に晴れて、こう夜になって涼しくなって、これなんか釣れそうな気はねしたんですけどね、ダメでしたね。はい。まあ、結構ねこのポイントもね、まあ人が増えてきたっていうのもありますし、まあ、今ね前川がね全然釣りができない状態ですからね、ほとんど。まあこの前、まあ、ツイッターで上げたんですけど、また水抜かれちゃって、もうどうなっちゃってるんだよって、でそのバスたちはどこ行っちゃったのって感じです、本当に。であとそうですね、ここで釣りをする場合はですね、
結構なんか知り合いによく会ってしまうっていう、はい、結構ねみんなねここでウォーキングしたりランニングしたりするんですよね。まあ一周が確か 4.4 キロぐらいあるんですよね。でもこれ一周歩っただけでもねかなりきついです。はい、まあ、これからもいろいろ動画の方アップしていきたいと思います。最後にご視聴ありがとうございました。それではまた。